闘であります。さあ目まぐるしい動きだ。さあ這うようにした。今度は足を取る。逆にその足で返していく。取られながら彼らはあのいとこ同士ですがね、もうリングに上がってこういう状態になってきましたからね、コブラ、スミス、キッドのこの3強、ジュニアヘビー世界の列強と言われます。この3強がセミにあっての3組の決定戦になったわけであります。 WWF ジュニアヘビー王座決定戦。さあどうだ。さあ今度は身を翻してスミス、また持ち上げた。ダイレクトで持ち上げた。あのカナディアンロッキーの頂上からこのレフリーは山本ですよね。そうですね、今度はブレーンバスター、先ほどの方が持ち上げるぞ。あのレバゼリアイの様子を呈してまいりました。くるくるっと櫻井さん、スミスとの一戦を控えているということで、お互いに気を伺っておかしなもんですね。ロープに飛んで何があるか、体を利して